いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2013年モデルアウディ A1 スポーツバッグ 1.4 TFSI スポーツパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントにしたスリット、アルミホイル3本にガリ傷があり、運転席と助手席のドアのエッジの部分にそれぞれ傷と、ルーフ部分に数箇所線傷がございます。走行距離に関しましては約1万キロと低走行なお車です。外装色はグレーシアホワイトメタリック、インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっております。アウディの人気コンパクトモデル A1 スポーツバッグでございます。こちらのお車は5ドアハッチバックのスポーツバッグでございますので、小さなボディではございますが実用性に優れた一台です。またスポーツシートやスポーツサスペンションをはじめとするスポーツパッケージが装備されており、走りをお楽しみいただける装備も充実しております。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 1.4 リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載され、最高出力は122馬力を発揮します。アルミホイルは純正の16インチのアルミホイルが装着されております。続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。コンパクトなボディサイズでございますのでスペースは限られますが、後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのハーフレザースポーツシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましてはアウディ純正ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。シフトに関しましては7速のエストロニックシフトが採用されております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。コンパクトなボディサイズでございますのでスペースは限られますが、それでも必要十分な分はしっかりと確保されております。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いとはいたしません。では今回は2013年モデルアウディ A1 スポーツバッグ 1.4 TFSI スポーツパッケージをご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。幅広い芯にてお使いいただけるアウディA1 スポーツバッグでございます。こちらの車には122馬力を発揮するエンジンに7速のオートマチックシフトが組み合わされておりますので、軽快な走行をお楽しみいただける1台です。また純正ナビゲーションやオートエアコンなど快適便利装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。